どうも皆さんこんにちは、 J リーグお決まりチャンネルのハリーボーです。さて今回は J1 リーグ第3節横浜 F マリノス VS サンフレッチェ広島、こちらの試合解説を行っていきたいと思います。早くも今季2度目となった金 J での一戦、いろいろモヤモヤが残る試合ではあったものの、まあ、それで片付けるには非常にもったいないほどの好ゲームだったので、まあ、この素晴らしいゲームの中身っていうのをしっかり振り返っていこうと思います。それでは行きましょう。まずは両チームのスタメンから。マリノスは前節から2人変更となりました。なんといってもゴールキーパー一森がいきなり先発、そして新加入井上が初スタメンとなりました。ラインを高く前から来る広島対策もあって、水沼ではなくスピードのある井上を選択したのかなと思います。一方の広島は 3-1-4-2、 前節新潟戦の後半をイメージした布陣となりました。右ウィングバックに満田、左ウィングバックに東沖、森島を先発から起用するなど、まあ、メンバーは結構入れ替えてきた印象です。試合結果は1対1のドロー。勢いを持って入った広島が最初の決定機をものにし先制、その後も決定機を作るも決めきれず、徐々にプレスに慣れたマリノスが前半の途中からは主導権を握る展開となります。マリノスも決めきれないシーンがあったものの、エウベルのとんでもないスピードからロペスが決め同点。そこからマリノスは優位に進める時間はあったものの、広島も背後へのランニングを活用しチャンスを作ります。そんな中でマリノスに退場者が出て、最後は苦しい展開も続きましたが、その中でも少ないチャンスでは、まあ、一気に前に出る、まあ、マリノスの勝ちに行く姿勢も伺えました。結果としてはそのまま同点で終了。まさに死闘という言葉がふさわしい双方ぶつかり合った好ゲームとなりました。さあここからは試合の中身について振り返っていきましょう。先ほどもお話ししましたが、判定運のところで片付けてしまうには、まあ、非常にもったいないと言える両チーム素晴らしいプレーを見せてくれた試合でしたし、まあ、三沢の雰囲気っていうのも久々直に感じることができて、まあ、直接見に行ってよかったかなと思える試合だったと思っています。広島も今は運もなく勝てていないだけというか、まあ、とにかく強くていいチームだなという印象は強く受けました。まあ、そこで判定の話っていうのは一旦置いといて、まあ、別のポイントにフォーカスして、まあ、この動画もお送りしたいと思います。まずは立ち上がり、まあ、ここはこの試合の中でも一番悔やまれるというか、まあ、開始15分ぐらいはかなり厳しいものだったかなと思います。しかし広島の先制点に関しては、まあ、相手がさすがだったというか、まあ、球際を制してから、まあ、一気にショートカウンターを敢行し、最後は右ウィングバックのクロスに逆サイドのウィングバックがゴール前まで来る。正直ここはお手上げというか、まあ、完全にやられたなというゴールでした。まあ、広島のプレスのかけ方は新潟戦の後半の形をベースに、まあ、2センターバックを2トップで見るように、まあ、全員がマンツー気味にマークにつくというのが、まあ、基本となっていました。まあ、違いとしてあったのは、いつもに比べると全て前から寄せるというわけではなく、まあ、行かないときは撤退するなどメリハリは持っていた印象です。まあ、ここはベンカリファ、ピエロスのコンビでは守備面で、まあ、常にマックスの強度を発揮するというのは難しく、まあ、中途半端に寄せて入れ替わるというのを警戒しての対応かもしれません。ただサイドではめられそうとなると、まあ、森島であったりウィングバックの選手も、まあ、一気に前からはめに来る。ここの強度がやはり J1 でもトップクラスで、さすがのマリノスも序盤には受けに回ったかなと思いました。まあ、昨年から対戦するたびに思いますが、まあ、こういったところの勢いっていうのを見ると、やっぱり広島は強いなぁとは思わされるばかりですね。しかしプレスにも慣れてからはマリノスがうまく前進してチャンスを作れていました。まあ、得点シーンでは長戸が内側で高い位置を取ることで、エーベルと三田の1対1の状況を作れたのがポイントだったかなと思います。塩谷はさすがの守備力で、あのエウベルがここまでドリブルを止められる試合っていうのは、まあ、なかなかないほど苦戦していたので、まあ、ここは他の選手を使いながらエウベルが勝てる状況っていうのをチームとして作り出したのが非常に良かった点かなと思っています。またその他のシーンでもボランチの2人、まあ、中でも渡辺浩太が苦しい場面でも逃げずに顔を出して受けてくれたこともあって、まあ、一気にプレスを裏返してカウンターにつなげられました。そして初スタメンとなった井上も非常に良さを出していたというか、まあ、背後を徹底して突きに行っていました。まだラストの精度には課題がありますが、あの単純なワンツーで背後を取れるスピードっていうのはやはり非常に大きな魅力です。松原も中川に代わる新たな相方を見つけたかのごとく、まあ、スルーパスを何本も供給していましたし、まあ、ここの連携面がさらに上がればもう一つマリノスの武器が増えるかなと思います。
そして10人になってからですが、非常に厳しい展開にはなったものの、耐えるとこは耐えつつ、ただあくまでも引き分け狙いではなく勝ちに行く姿勢、ここを最後まで見せていた点が、私も見ていて非常に心が引き込まれたというか、非常に良かった点かなと思っています。最後は10人の時にマリノスがやりがちな 4-3-2 のフォーメーションで、前線も入れ替えつつカウンターの狙いっていうのは常に持っていたかなと思います。正直あのフォーメーションは前田大然ありきかなとも思いましたが、角田もあのきつい時間でも前へのスプリントもしていましたし、マルコスもあの短い時間で常に好機を伺っていました。特にマルコスのどんな状況でもチームのために勝利を突き詰める執念、これがチームの模範となる存在かなと思います。ヤンは最後もう一つ早く打てればとも思いましたが、最後しっかりノーファールでボールに触った広島の荒木がここは素晴らしかったかなと思います。最後はやはりいきなりスタメンとなったゴールキーパーの一森についてですね、ポステゴグルー監督の時は新戦力をいきなり試すっていうのも多かったですけれども、マスカット監督もここで使ったっていうのは驚きがありましたね。まだ合流して1週間程度、そして昨年も後半は試合に出ていなかったこともあり、不安定なところは多々ありましたが、立ち上がり最初のパスでボランチにつけるチャレンジをしたところにすごく好感を持ちました。その直後ボールが切れたタイミングで受けた渡辺も一森にグッドサインを出していったっていうのも、これはチームを象徴する瞬間かなと思います。この試合ではうまくいきませんでしたが、高岡も得意としていたこの外向きに体の角度を作ってそこから中を使うっていう出し方であったり、フィールドプレイヤー経験のある選手らしい動きも見られたので、今後さらにフィットしてくれることに期待したいと思います。そして今までいいプレーを見せていた OB をはじめ他の選手も相当悔しい思いをしたと思うので、これをきっかけにさらに競争が加熱すればいいかなと思っています。さあ今回は以上となります。水曜日にはルヴァンカップの初戦ジュビロ磐田戦があり、日曜には札幌とのアウェーゲームが控えています。多くの選手に出場機会が与えられると思うので、私はどちらも現地には行けませんがしっかり応援していきたいと思います。なお昨年行った札幌遠征の模様というのは以前動画にしておりますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。またこちらのチャンネルでは他にも名古屋グランパスやガンバ大阪の解説も行っておりますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。